それでは 2A3 シングルアンプの制作第6回目後編スタートしたいと思います。前回のコンテンツで 2A3 シングルアンプの制作完成したかなというふうに思ってたんですけれども、その様子をご覧いただいた方からアドバイスをいただきまして、その内容がですね、まずこの部分とこの部分ですね、耐圧を上げるためにコンデンサーを直列にしているんですけれども、この直列にしたコンデンサーに均等に電圧がかかるように、抵抗を、つけた方がいいですよというアドバイスいただきまして、もう早速やりました。300キロオームの抵抗を付け出しています。それから、整流管ですね、以前は5U4GB という整流管でやっていたんですけれども、それは直熱型の整流管なんですけれども、それよりも防熱型のものの方が、例えば 2A3 の安定運用にはいいですよと、安全のためにはいいですよという、アドバイスいただきました。例えば 5V4 といったものがいいというふうアドバイスだったので、こちらも早速、購入して、付け替えてみました。で、この状態にしてね、改めて、いろいろな部分を電圧測定していったので、そちらをご覧ください。まず、何言わなくても B 電源のところですね。はい。430とか431なんですけれども、ちょっと後で調べてみますけれども、ひょっとしたらこの、あれなんですかね、整流管の内部抵抗が、大きい小さいがあるのかし、かもわかりませんけれども、この部分の電圧が、以前に比べると 10V 強、高くなっていて、期待する電圧に近づいてまして、非常にいろいろなことで嬉しいなという感じでございますね。はい、そうすると多分いろいろなところの電圧が期待の値に近づいてるんじゃないかと思うんですけども、 2A3 のプレート電圧ですね、片方が、はい、416、もう片方がこちらも416ですね。はい、以前よりは少し高くなっています。それに伴っておそらくバイアス電圧ですけれども、172、もう片方が、169ですかね。はい。これも、以前よりも少し上がっている状況ですかね。はい。ということで、アドバイスいただいて、それに従って、整流管をですね、直熱型から防熱型に変えたんですけれども、おそらく2A3 の真空管にも優しい設計というかですね、作りになったんだと思いますし、計らずも、電圧がですね、全体が少し上がりまして、まあ、当初の狙っていた値により近づいたということで、これはもう非常にありがたかったかなというふうに思ってます。この状態でですね、フィックスと完成ということにしたいと思います。はい、ということでアドバイスいただいた方ありがとうございました。修正した回路図、そして部品リストはまた改めてブログの方にアップしておきたいと思います。そして、チャンネル登録をしていただいている皆様、本当にありがとうございます。とっても励みになります。今ですね、次作るものの準備を鋭意進めているところであります。またお時間のある時にご覧いただければなというふうに思います。